私どうする？どの魂に触れる？さあな、20を超えてから数えていない。少しは削れてるのよね。そう思うことにしよう。やっぱりそうだったわ。あいつの行動パターンを観察したんだけど、常にどこかの炎の谷を目指してるみたい。じゃあ予想通り熱に向かって進んでるんだ。うん、だから今すぐにニブルヘイムが狙われるってことはないだろうけど、セブンスバレーのように突然谷から炎が消える場合もある。その時にニブルヘイムが近くだと目をつけられちゃうかも。奴も生物ならば命は無限ではない。何度でもやるしかないな。オッケー、これも修行修行。私もできるだけ手伝う。よし、行くぞ。計測しようにも HP も何もかもが桁外れなのです。こんなやつ出せる？今だ。どうやら回復力は高いようなので、一度で倒すと思わなければ。どういうこと？姉ちゃん、何度も何度も戦えばいいってことでしょ。Oh!